どうも。はい、どうも。おはようございます。おはようございます。世界100億人の家族のカラファルネさん。どうも。世界5億人のファンができると嬉しいな、西です。はい。とうとうですね。とうとう。10月10日です。はい、10月10日です。とうとうの日です。はい。唐突だね。まあ、唐突だね。唐突、お前。ですね、うん、相当寝ぼけてるんですけど、ね、起きたばっかなんで、キレが悪くてすみません。で、今日西村さんが来て、5日目ですよね。5日目だね。うん、で、まあ、パチンコの成績があんまり芳しくなく、うんうん、パントさん今、してからはマイナス10万ぐらいですね。ですね。パチンコの僕が思う楽しさっていうのは、うん、勝つことが楽しいと僕は思ってるので、あ、間違いない、うんうん、それぞれ考え方あると思いますけど、うん、だから今日はもう本当にいつも以上によりさらに勝ちにこだわった立ち回る打ち方をしていきたいなと僕は思ってます、うん、あ、そうなんですね、はい、分かりました。いいですかね。いいですよ。ビシビシいきますので、ええ、はい、やっぱり一束でも無駄にしないっていうのはやっぱり大事ですね。そうだろうね、やっぱりね、うん、あと時間も大事にして、人と間を、うん、大事にしないっていうのを、まあ、常に意識すれば勝ちに迎えるかなと僕は思いますので、うん、それをより極めて今日は打っていきたいと思います、うん、はい、お願いします。今日プラス10万目指しましょう。行こう。はい、うん、ですね、うん、今日の目標あと10秒でどうぞ。今日の目標は、落とした球を拾う。はい、店中一人待ってください。違う行ってきます。はい、行ってきます。はい、どうも。はい、どうも。こんばんは。今話す未来特に決まってないので、フリートークみたいな感じで話していきたいと思うんですけど、そうな、はい、今日は投資が、うん、まあ、北斗8をずっと打ってたわけですけど、うん、朝から打ってたね、うん、投資9万結局2人で7000円とですね。最後の満札出るときね、うん、あの2人で、うん、朝、今日は10万勝ちますっていう、そう上げてたんですけど、それが振りになって10万負けるんじゃないかっていうね。そう話題としてはこれ美味しいぞみたいな話してましたけど、うん、してた。別に僕たちっていうか、僕は話題を求めてる旅をしてるわけじゃないですからね。そうだよ、本当にね。勝ちにこだわってる旅をしてるわけですからね。本当ですからね。そう右打ちをね、ちょっと早く打ったらカラコちゃん怒るから。まだ早いとか。手とかパシッってやってくる。結構怒るときありますよね、僕ね。今日 何言いましたっけ。今日、うん、今日は、なんだっけ。あ、ね、西村さん、西村さんなんか、あのこれ伝う人は伝ってくれば分かると思うんですけど、右打ちから左に返すときとか、左打ちから右にハンドル打つときとかに、球1個出すんですよ。そう、あれね、触っちゃうんだよ、なんかね。あの最初にだから、あのストップボタンを押しながらやんなきゃいけないのに、うん、あの多分ストップボタンを押す前にどっか触っちゃって1個出ちゃうっていうのを、僕は何回もそれ気をつけてっていう。そうちっちゃいですけど、積み重ねなんでね、本当に。あ、本当そうだね、本当そう。それ1回を1日10回やったら、ね、それ年間出してたら、ね、4000円とかになってくるわけですから。大きいもんね。そう、うん、はい、大きいよ、本当に。それは、すいませんでした。いやいや、ですね、あとは、まあ、あの結構ね、2ラウンドの高速解放とかがあるので、そのタイミングをちょっと教えたりとか。そうだね。はい、もう怒ってはいないですよ。怒ってるわけじゃない、教えてるっていうだけで。そう、はい、まあ、はい、そう、俺も今ちょっと誇張して話したから。あれだけど、ね、まあ、ちゃんと教えてくれるからいいなと思ってる。横で常に。そうですね。あと一回怒ったのか、怒ったって言ってたから、ちょっとしたけど。怒ってたんじゃん、じゃあ。結局。何あの、幻灯モード、時短入って、なぜか左打ちしだして。あーあ、そう。何一人してんのって。そうそう、ちょっと。口調が強くなった時あるじゃないですか。あったあった。あれね、なんだっけな。なんかと勘違いしたんだね、俺がね。
通常時に右打ってっていうのをなんか逆になっちゃったんですかね。逆になっちゃったのかな。打ちだったら裏手から左打ってばいいのかなみたいな。なんか混み合ったなと思うよ。脳みその中がなんかいろいろ渋滞したんだと思うよ。確か。まあ、そうですね。うん、あんま覚えてないけど。まあ、やったの覚えてる。僕も各エンジンちょっと YouTube これなんかおかしいんですけど、これ見てくださいっていう。結構無茶振りしたりしてるんでね。まあな、うんとか言って僕確変打つんでやってくださいうんうんおおね、動画がねちょっとあの非公開設定になってたから、それを公開しただけなんですけど、そうですね、そう、まあスノーもあったね。そうですね、あとはまあそうですね、今日の朝の目標はまあめちゃくちゃどうでもいいから、あれはいらないかあのね、今回行ったお店は、そうそう、ドル箱じゃなかったんですよね。うん、勝手に計測してくれるやつだから、うん、ほぼ落ちなかったんだけど、一回だけ、一回だけこぼれたの、あの機械がうまく吸い込まなくて、ポロンと落ちて。で、落ちたなと思って見てたんだけど、あ、今日朝それ俺言ったなと思って、ちゃんと拾おうと思って、拾って、カラコちゃんに拾ったよって見せて、戻した。そんないちいちしたくていいですからね。自慢げに持って拾って、どうだみたいな感じで。ちゃんと守ったでしょっていう、今日の目標を。ちゃんとやってたから、僕からすればそんな拾わなくていいからさっさと打ってやってくるうちとか拾うよ、こうやって打ちながらね。大事だから、一発がね。まあね、毎日一発やってったら、ね、年間で365発になっちゃうからね、そしたら1000円ぐらいで、僕が言ったセリフですから、ね、そうそうそう、はい、いやでも今日もマイナスになっちゃいましたね。なっちゃったね、結局ね。展開が悪い、本当に悪いね、悪いも悪かったね、基本単発ばっかだし、あ、単発ばっかではないのか、ラッシュにはすぐ入るけど、うん、すぐに龍拳が出てきて戦えるっていうねほぼ単発みたいなね、龍拳以外で戦った、逆に。お、確かに覚えてないですね、龍拳以外出てきたのかっていうぐらいでしたね、うん、僕はだよね、うん、10回いかないぐらい、6、7回ぐらい戦ってるのかなと思ったの、うん、そういうモードなのかなと思って龍拳しか出ないモードみたいな設定あったかなみたいな龍拳格変でした、ね、龍拳無双、いやいや、やばかったね、うん、まあ福島は良くなっていると思うのでね、うん、はい、そうね、交換率がやっぱり低いのでね、まあ、昨日も言いましたけど、うん、うん、期待したいね、一気に収束してほしいね。そうですね、不安でしょうがない、ドキドキしてる、あ、きっと大丈夫なんだろうと思ってるけど、うん、ドキドキしてる、うん、いや僕も多分今まで月でマイナスないって言ってますけど、初めてなるんじゃねえかなっていう西村さんが来たこの月がっていう、だって今現在ね、うん、僕多分マイナス収支ですもんね、マイナス10万ぐらい、一人でね。二人で抜け算してるか、二人の計算だからそうか、15万ぐらいか。だから結構なピンチを迎えてますね。相当だよ。相当だよ。やばいよ。焦るよ。焦ってもしょうがないから焦らないようにするけど、怖いよね。まあ、やることをやるだけですね。そうだね。今日あとあれ嬉しいことあったじゃない、嬉しいこと、え、それ言っていいやつでしたっけ、どうなんだっけ、いやいいんですよ、なんだよ、なんだよ、はい、差し入れくださった方がね、うん、はい、そう、ヘムヘムさんってことで、そう、ヘムヘムさん、ヘムヘムさんってことで、はい、あれはなんだろう、ツイッターつながり、ツイッターつながりなんですけど、あのパチマガの食べ打ちの企画をずっと見てくれてて、ああ、うん。で僕もまあつながってて、僕は一人で行きますって言った時点でもう、あの宮城に来た際は応援に行きますよっていうふうにずっと言ってくれてて、あ、そういう流れだったんだ、はい、なんかどっからどう見てもいい人だったね、ですね、うん、めちゃくちゃ気さくでさ、懐なんか広そうなね、方でしたね、そうですね、最後の最後で宮城で仕事を多分早く聞き上げてくれたんでしょうね、うん、そうなんだろうね、仕事機のまんまだったもんね、はい、だ
か そのフェミフェミさんがあのここの店行った方がいいよと教えてくれたところが結構僕が今日打ってたところから結構遠かったんで多分自宅からも遠かったと思うんですよね。うん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 、その道で来てくれたことありがとうございます。ああありがとうございました、はいね、コーヒーまでいただいちゃってね、はい、ありがとうございました本当に。ということで明日は移動なんで、うん、はい、もう今日はどこにも行かずにね早く寝ましょう。フリーみたいな言い方、フリーみたいな言い方してる。広げなくていいですから。広げなくていい。はい、休みましょう。はい、休みましょう。休むのがプロですから。はい、で、そうですね。はい、ではまた。はい、閉めます。はい、ありがとうございました。はい、どうも。チャンネル登録してね。